ついに生徒会撃破。正直自分でもここまでできると思ってなかったよ。君とみんなのおかげだね。この部室にも感謝が必要ですね。メンバーが集まるきっかけにもなりましたし、ここでガンプラを作るのはとても楽しかった。そうだね。それにここのオンラインバトルシステムが使えたから練習とかもいろいろできたわけだし。はい、学校全体のオンラインバトルシステムが生徒会の管理下に置かれていたのに、なぜかここだけは私たちが自由に使えたというのは大きかったと思います。それなんですけど、もともと遮断されていたここのシステムを外部サーバーとつなげた痕跡が見つかりました。それも巧妙に隠されていて、私たちがここを使っていることが外部に漏れないように工作してあったみたいな。それってどういうこと？私一応元第08ガンプラ部の人たちにも聞いてみたんです。でも誰もサーバーの存在すら知りませんでした。つまり私たちも知らない協力者がいたということではないかと。お、一人だけ思い当たる人がいます。え？最初に私たちがシステムにユーザー登録した後でフレンド申請してきた人がいましたよね。レココさんだっけ。たまに彼がミッションを一緒に遊んでるって言ってた人。そうです。その人はなぜ隔離されたこのシステムにアクセスできたのでしょう。しかも彼の話によれば学園や生徒会のことにも詳しい。つまりこの学園の生徒か関係者の可能性が高い。それもシステムの情報を書き換えられるぐらいのすごいスキルを持った人。となるとその正体はだいぶ絞られてきそうですね。ヤッホー、ついに生徒会を倒したんだね。お祝いしたいから後でチャットルームに来てね。もしかして今のメールレココさんから？噂をすればなんとやらですね。ならちょうどいいじゃない。レココさんに直接聞いてみようよ。そのチャットルーム私たちは入れないの？わかった。君はレココさんとよく遊んでたものね。彼女については私たちで聞くのはやめとくわ。ではあとは若い二人に任せますかな。フィーフィーフィー。ユイ先輩、変な小芝居やめてください。あなたは真実を確かめたら後で報告をお願いします。それからもしレココさんが協力者だったとしたら、私たちは本当に感謝していると伝えておいて。私からもありがとうございますと。おめでとう。学園中君たちの話題で持ちきりだよ。これでみんなが楽しくガンプラを作ってた頃のガンブレ学園が戻ってくる。本当にありがとう。何のことかな。私はこうして君とたまにミッションしてただけで。そうだ、今日もミッション行こう。生徒会長を倒した最強のガンプラを見せてね。
バッチリ活躍しちゃうよ。やっぱり君のガンプラビルダーとしての腕はピカイチだね。生徒会を倒せたのも納得かな。それじゃあまた時間のある時に。あ、直接って私に？ダメダメ、私ユイさんやイオリさんみたく可愛くもないし、実はこんな女の子のアバターを使ってるけど、俺男なんだ。しかもお前より年上でさ。
それはショックだわ。え？年齢のことだけ？ああ、そう。誤解しないでね。君に会いたくないわけじゃない。嫌いとかでもないの。だけど、わかった。それじゃあ、二つ約束して。明日の放課後、扉から背を向ける形でそこに座っていて。やっぱり、顔見られるの恥ずかしいから。それと、私の方は今と同じチャットで話すから。ちょっと今、ひどい風で声が出せないの。ごめんね、いろいろ条件つけちゃって。でも、私も会えるのは楽しみにしてるから。それじゃ、また明日。フレンドのレココが退出しました。システムを終了します。来てくれたんだね。ちゃんと後ろを向いててくれてありがとう。やっぱり顔見られるのは恥ずかしいから。私はここにいるけど絶対振り返っちゃダメだからね。それじゃチャットルームに入るね。やっぱりこの方が落ち着くな。私たちずっとこれで喋ってたしね。でもお礼ってことは気づいちゃったんでしょ。私が最初にここのバトルシステムをこっそりオンラインに接続したこと。ついでに白状しちゃうと、サイドゼロの勝利を学園のみんなに情報として伝えたり、シャクノさんにバトルが始まるタイミングを教えたのも私。注目を集めることで、生徒会側の不正や圧力を防ぎたかった。他にもいろいろ、サイドゼロが有利になるよう裏でこっそり動いてたわ。私どうしても学園を元の姿に戻したかった。でも私自身が直接表に出て何かするわけにはいかなくて、結果的に君たちを利用するような形になってしまった。だからお礼とお詫びを言わなくちゃいけないのは私の方なの。本当に本当にありがとう。ごめんね、いろいろ黙っていて。それも全部解決してからこんな風に話すなんてずるいよね。そう、私ずるい大人なんだ。こうして直接君と顔を合わせることもできない。そっか、そこまで気づいちゃったんだ。じゃあ私たちの関係はここまでってこともわかるよね。ありがとう。でもこれ以上は本当にダメなんだ。だからね。よーし、それじゃあ最後に一回一緒にミッション行こう。いいでしょう、私の最後のわがまま。付き合って。
のが効率的かな。楽しかった。本当に。これも君のおかげ。やっぱり私の方がお礼を言わなきゃダメじゃない。これからのガンブレ学園はまた誰でも自由にガンプラバトルが楽しめるようになる。だから君ももっといろいろな人と出会って戦ってもっともっと強くなれるよ。だから私とのミッションはここでおしまい。今までありがとう。うん、だからここからは独り言。君が卒業するまでは今まで通り
オンライン上のフレンドでいてほしい。もし君が卒業しても私のことを気にかけていてくれるのなら、その時はまたここで会いましょう。じゃ、またね。フレンドのレココが退出しました。システムを終了します。